私はレミリアお嬢様に全てをお捧げしたメイド。お嬢様が望めばどんな大切なものも人も捨てることができるわ。だけどもしあなたを失わなければならない未来が訪れたとしたら、私はその時間を永遠に止めてしまうかもしれない。なんてね。